勝利、まあ、慌てないことだね。慌てないことです、うん、さあここで時間になりました。素早く赤武蔵に向かった栃ノ心、ただ一人9戦9勝。今日勝てば3場所連続で星は2桁に上ります。立ち合いの一発がある千代大龍、栃ノ心の10日目。見込んだ栃ノ心、まわしを引いた、捕まえました、釣りながら出る寄り切り、栃ノ心ただ一人10連勝、大関昇進に向けてまた一歩近づきました。ただいまの決まり手は寄り切り、ね、あ、離れましたか。そしてそのまた次が早いですよね、取り行くのはね。左は固めて当たっていきました。そしてここで引きました。あ、切ったんですね千代大龍が一度。しかし外四つ両回し、吸ってからの攻め、いやー、イカズシさん力強いですね。本来ですね、一回蹴られた時に慌てて引いたりもするんですけれども、栃ノ心は全くそれがないですよね。もう堂々と受けてですね、左を取りに行ってますから、千代大龍からするとやはり攻めようがないですよね、こういう厳しい相撲を取られると。まさに北の富士さんがおっしゃっていた慌てないこと、落ち着いていましたか。落ち着いてましたね。まあどうでもいいけど笑っちゃうぐらい強いね。笑っちゃうぐらい強いですか。昨日もそうだったけど、本人は釣るつもりはないんだけど、はい、引きつけただけで相手がファッと浮いちゃうんだよね。釣るつもりのない形に見えますか。まだまだ全然腰入れてないし、釣るつもりは